つくだは、日本の実業家。三菱重工業取締役相談役。山口県熊毛町出身。東京大学工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科修士。家庭博用機械専門家庭修了。1968年、三菱重工業入社。高佐護製作所タービン技術部長などを経て、1995年。 高佐護製作所副所長、1999年取締役、名古屋危機製作所長、2000年取締役、産業危機事業部長、2002年常務取締役海外戦略本部長、県産業危機事業部長、2003年6月、同社では初の常務からの抜擢で代表取締役社長に就任。2007年9月には、 民間企業で初めて受注した H2A ロケットの打ち上げを成功させ衛星打ち上げビジネス参入に意欲を見せ10月には関係者の悲願でもある国産ジェット旅客機の受注活動を開始させるなど積極的な経営姿勢を見せている2007年8月日経連副会長に選任された2008年4月三菱重工業取締役会長 2013年4月三菱重工業取締役相談役。この間2001年から近畿コカ・コーラボトリング株式会社取締役。2008年6月から三菱商事取締役。2010年より株式会社三菱総合研究所取締役。2010年6月14日より全国防衛協会連合会会長。 2011年より、京阪電気鉄道株式会社取締役。同年6月21日より、京阪電気鉄道株式会社企業価値委員会委員に就任。独立行政法人国立がん研究センター理事。その後、2019年2月、三菱重工業株式会社取締役退任。特別顧問に就任。 2019年6月京阪ホールディングス株式会社取締役退任。教育方面では整形学園理事長を務めている。2013年1月より第2次安倍内閣教育再生実行会議の委員を務める。2012年にはハイテク分野をはじめ様々な分野で日本とフランスの経済、産業関係の発展に多大な貢献が評価され、 フランス共和国国家功労勲章シュバリエを受賞。ありがとうございます。